パーリ5経典教像、コベミリンダ王の問いミリンダ王とナーガセーナ、ミリンダ王の問いは、仏典として伝えられるものの一つであり、紀元前2世紀後半、アフガニスタン・インド北部を支配したギリシャ人である、インドグリーク朝のオーメナンドロス一世と、ビク、ナーガセーナの問答を記録したものである。パーリ5経典教像のコベに含まれるが、タイスリランカ系の経典には収録されていない。 ミャンマー系には収録されている。戦前のパーリ語経典からの日本語訳では、ワタルランオーモン教、ワタルランタオーモン教オーモン教とも訳される。インドグリーク朝、インドグリーク朝は、アレクサンドロス賛成による大遠征の後、その移民たちにより、アレクサンドロスのディアドコイの地位をめぐって引き起こされた、ディアドコイ戦争の中で建国された、セレウコス朝、シリアと、 インドのマウリア朝の覇権が衝突する狭間で、バクトリアの地を拠点に自立した、ギリシャ人国家であるグレコバクトリア王国が、マウリア朝の衰退に乗じて、北、インドに侵攻し、後に分裂することで生じた国家である。その第8代目の王にあたる、メナンドロス一世は、この王朝で最も有名な王である。 メナンドロストナーガセーナの対話編の原書部分は、紀元前1世紀の中央までに成立したと考えられ、その内容の面白さゆえに、説教本、教科書として、仏教の各部派に取り上げられた。漢訳経典である、ナセンビク業は、この原書部分に比較的近い内容である。それに対して、パーリ語に移して編纂されたものは著しく、増補された。 現在のパーリーゴ経典のミリンダ王の問いはビクのみを対象とした反差な哲学的議論が付け加えられ、原書部分の6倍程度の量に増補されて5世紀頃までに現在の形になった。5世紀のパーリーゴ経典の注釈者であるブッダゴーサはこの書を純経典として扱った。現在でもビルまでは経典の一つとして認められている。メナンドロス一世は 関約経典では、渡るン、あるいは、渡る乱太王と御社される。内容は、仏教教理などについての問答であり、最後には、ミリンダ王は出家して、アラカン化を得たとされている。当時の仏教とギリシア思想との交流を示す重要な資料の一つであり、また後に、当地にギリシア美術が混じったガンダーラ美術が、クシャーナ朝に至るまで花開き、それら仏教文化が、 中国、日本にまで伝播してくることになる、そんな歴史の大きなダイナミズムの一端を、垣間見せてくれる資料でもある。原書部分における、主な内容は、以下の通り。ミリンダオは、ナーガセーナ長老と挨拶を交わし腰を下ろしてから、ナーガセーナ長老に名を尋ねる。ナーガセーナ長老は、自分は、ナーガセーナと世間に呼ばれているけれども、それはあくまでも、故障、記号、 通年、名称であって、それに対応する実体、人格は存在しないと言い出す。ミリンダ王は驚き、実体、人格を認めないのだとしたら、出家者たちに衣食住、物品を寄進しているその当事者たちは一体、何者なのか、それを提供されて修行している当事者たちは一体、何者なのか、破壊、罪を行う当事者たちは一体何者なのか、善も、不善も、かも、 亡くなってしまう、ナーガセーナ氏を殺した者にも殺人罪はなく、また、ナーガセーナ氏に死も教師もなく、生殖助人も成り立たなくなってしまうと批判する。さらに、では一体何がナーガセーナなのか尋ね、髪、爪、歯、皮膚、肉、筋、骨、骨髄、腎臓、心臓、心臓肝臓、脾臓、臓、肺臓大腸、小腸、糞便、 胆汁、粘液、脳汁、血液、汗、脂肪、涙、小液、大液、微重、小便、脳髄、腰体、感受、知覚、表情、認識、それらの相対、それら、以外、一体どれが、ナーガセーナなのかとうも、ことごとく、ナーガセーナではないと否定されてしまう。空ごとを吐いていると批判する、ミリンダ王に対し、ナーガセーナ長老は、 ミリンダ王がここに来るのに、徒歩で来たか、車で来たか尋ねる。車で来たと答えるミリンダ王に対し、ナーガセイナ長老は、車が一体何なのか尋ねる。長江、車軸、車輪、車室、車台、首木、首絆、鞭ムチ打ち棒、それらの相対、それら以外、一体どれが、車なのか問われるも、ミリンダ王は、それらは全て、車ではないと否定する。 先ほどの異種返しのように、ミリンダ王は空ごとを吐いているとからかう、ナーガセーナ長老に対し、ミリンダ王は、車は、それぞれの部分が依存し合った、関係性のもとに成立する、故障、記号、通年、名称であると弁明する。それを受けて、ナーガセーナ長老は、先ほどのナーガセーナも同様であると述べる。ミリンダ王は簡単する。ミリンダ王は、ナーガセーナ長老に、 変化する事物は変化する前と変化した後で同一のものなのか別物なのかと問う。ナーガな長老は同一でも別物でもないと答える。ナーガな長老は例えとしてミリンダオは心身未発達な幼児期の頃と成人した現在とで全く同じかとうとミリンダオは別物だという。ナーガな長老は そうして、変化によって同一性を否定するのであれば、母、父、子、技能者、人格者、知者、悪人、善人といった通念もすべて成立しなくなってしまうと指摘する。混乱したミリンダ王は、一体何が言いたいのかとうと、ナラガセイナ長老は、変化するものであっても、同一の期待に依拠するものとして一つに統合されていることを指摘する。 ミリンダ王に例えを求められて、ナラガセイナは、トウカの例えを出す。ある男が、一晩中トウカを燃やしているとする。その炎は、朝夜と深夜と未明とでは、同一だろうか。ミリンダ王は違うと答える。では、別物かと問われ、ミリンダ王はそうでもないと答える。トウカは、一晩中、同一の期体に依拠して発光していたので、 各段階の炎は即時に同一とは言えないまでも別物だとも言えないと、長ーな長老は先ほどの話も同様であると述べる。長ーな長老は継承の連続契機としての変化は集結、茂起する作用を伴うものであり、同時、同所にある継承が生起し、ある継承が消滅するという、継承の連続契機は二つの継承を一定点に集結、 茂げ置きするものであり、それによって、もはや両者は時間とは関係なく同一存在の層を帯びることになる。したがって、連続契機した各継承は同一ではないが、集結、茂げ置きしたものとしては別物ではないと述べる。ミリンダ王にさらなる例えを求められて、ナーガセナ長老は牛乳の例えを出す。絞られた牛乳は、時が経つにつれて、牛乳、性牛落、 牛楽湯と添加していくが、そのことをもって、ある男が、牛乳は、すなわち牛乳、すなわち生牛楽、すなわち牛楽湯に他ならないと述べたとしたら、正しいだろうか。ミリンダオは、牛乳は、同一機体に依拠して、生成を遂げたのであり、各段階のそれは別物でなく、また即時に同一でもないと述べる。ナーガセーナ長ナは、先ほどの話も同様であると述べる。 ミリンダ王は簡単する。ミリンダ王は、ナーガな長老に、リン転天によって、回祖、回帰していくものは、何なのかと問う。ナーガな長老は、現象的個体であると答える。ミリンダ王は、それでは、今、現にある、この現象的個体がそのまま回祖、回帰していくのかと問うと、ナーガな長老は、そうではなく、今、現にある現象的個体の善なり、 悪なりの行為に応じて、それが介入、影響した、別の現象的個体として、回訴、回帰されると述べる。ミリンダオは、両者が別の個体であるのなら、現世の自分の悪行に、来世の自分が犯されないのではないかと指摘すると、ナーガセナ長老は、ある個体から別の個体へと回訴、回帰が行われる以上、悪行の応報に犯されずに済むことはないと答える。 ミリンダオに例えを求められて、ナラガセイナはマンゴーの例えを出す。ある男が、あるマンゴーの木から身を盗む、木の持ち主が男を捕まえて王に上訴する。そこで犯人の男が、この男が植えたマンゴージュと自分がマンゴーを取ったマンゴージュは別物なのだから、裁かれる筋合いはないと弁明する。この男は裁かれるべきだろうか。ミリンダオは、 苗木段階のマンゴージ樹と結実段階のマンゴージ樹は切り離して考えることができないのだから男は有罪で裁かれなければならないと答える。ナーガ長ナは先ほどの話も同様であると述べる。ミリンダ王にさらなる例えを求められてナーガ長ナは焚き火の例えを出す。ある男が冬に暖を取ろうと焚き火をし消し忘れて立ち去り他の男の畑を焼いてしまう。 畑の持ち主が男を捕まえて王に上訴する。そこで犯人の男が自分が焚いた焚き火とこの男の畑を焼いた火は別物なのだから裁かれる筋合いはないと弁明する。この男は裁かれるべきだろうか。ミリンダオは焚き火段階の火と伸び段階の火は切り離して考えることができないのだから男は有罪で裁かれなければならないと答える。長ーな長老は 先ほどの話も同様であると述べる。ミリンダオにさらなる例えを求められて、ナアガセイナ長老は、トウカの例えを出す。ある男が、トウカを持って路台に登り、食事をとっているうちに、そのトウカがひさしの茅を焼き、家を焼き、村全体に炎症してしまった、村人たちが男を求断する。そこで、男は、自分が食事のために用いたトウカの日と、村を焼いた日は、 別物なのだから、求断される筋合いはないと弁明する。どちらを指示するか。ミリンダオは、村を焼いた火はその男の灯火から出た日なのだから、村人たちの言い分を指示すると答える。ナーガセイナ長老は、先ほどの話も同様であると述べる。ミリンダオにさらなる例えを求められて、ナーガセイナ長老は、女の例えを出す。ある男が、ある道場を、ゆくゆくは妻に迎えようと、 結納金を納めて去る。後日その女が成人した頃に、別の男が結納金を納めて婚儀に及んでしまった。先の男がやってきて、相手の男を非難する。その男は、お前が結納金を納めた同女と、自分が結納金を納めた聖女は、別物なのだから、非難される筋合いはないと弁明する。どちらを指示するか。ミリンダ王は、 同女が成長してその聖女になったのだから、先の男の言い分を指示すると答える。ナーガセーナ長ナは、先ほどの話も同様であると述べる。ミリンダ王にさらなる例えを求められて、ナーガセーナ長ナは、牛乳の例えを出す。ある男が、牛の飼い主に牛乳を、瓶一杯買い求め、明日受け取ると言って預けたまま立ち去る。翌日、牛乳が、牛乳に変質した頃にやってきて、 牛乳の受け渡しを求め、飼い主がその牛乳を渡すと、男は自分が買ったのは牛乳ではなく牛乳だ。サービン一杯の牛乳をよこせと主張する。飼い主は男が買った牛乳が牛乳になったのだと弁明する。どちらを指示するか。ミリンダ王は男が前日買った牛乳が牛乳になったのだから、飼い主の言い分を指示すると答える。ナーガセイナは 先ほどの話も同様であると述べる。ミリンダオは簡単する。ありがとうございます。